成田三木夫とは日本の俳優。愛称はミッキー。山形県酒田市出身。戦後にホーム映画史において悪役の系列に確実に名を残した俳優であった。父親は司法省の職員で秋田、旭川、仙台の刑務所長を歴任した。山形県立酒田東高等学校卒業。岸陽子とは中学校から酒田あずま高を通じて、 同級生であった。東京大学に入学するが1年で中退式教。その後、山形大学人文学部英文学科に入学するが2年半で中退。1959年1年落第して俳優座養成所に第12期生として入所。同期には松山栄太郎、山本慶、中村厚夫らがいる。 1963年に卒業したが、劇団からのスカウトはなく、やむなく当時東京、京橋にあった大英本社に自ら出向き、大部屋俳優として契約する。大英を選んだのは、当時、市川雷蔵、勝慎太郎、若尾文子らのスターが前世を誇っていた同社で、自分の力を試してみたかったからだという。1963年映画。 高校3年生に顔出し出演、1964年に映画、やられる前にやれで正式にデビュー、炭性な容姿と、ニヒルな雰囲気の仇役として、じわじわ売り出し、1965年の時代劇映画、座頭死地獄旅に出演し仇役の地位を不動とした。以降は、市川雷蔵や勝慎太郎の仇役を主に、務めたが、現役は幅広く、映画、ある殺し屋では、 市川雷蔵の弟文役で巡主役を演じ、1966年のテレビドラマ、土曜日の虎では、社会役と戦う、私立探偵的な企業コンサルタント、津村港で主役を務めた。大英を退社後、他社映画、テレビ時代劇にも、活躍の場を広げ、1972年の千葉新一、主演映画、狼役座と村井は、俺が出すで東映に初出演して、 以降、仁義なき戦いシリーズ、ヤクザ戦争日本の資料シリーズなどの、東映実録路線や、野牛一族の陰謀などの時代劇大作の常連俳優として活躍。引き締まった体育に端正なマスク、鋭い眼光とドスの効いた声で比類なき存在感を示し、特に、インテリヤクザをやらせたら右に出るものはないとも評され、仁義なき戦いシリーズで演じた村岡組幹部。 松永博士はその白日であった。時代劇では、配役により小愛炉を変えて演じ、1972年の大河ドラマ、新、平家物語の藤原頼長では、地声とは異なる、神高い小愛路で、それまでのイメージを一新した。この経験は1978年の時代劇映画、野牛一族の陰謀で活かされており、釘でありながら、剣豪、カラスマ少将踏みまろは、 得体の知れない雰囲気を醸し出していた。同年に、野牛一族の陰謀が、テレビドラマ化された際に、ほとんどの配役が映画と異なる中で、千葉新一の野牛十兵三光吉と、カラスマ少将文丸は変更されず、成田にとって当たり役となった。この間に、阿美笠、十兵衛の船津役郎役や、水戸黄門第三部では、四角の伊賀忍者、杉九郎太史に奮した。 1979年の映画、添える勤労では、権力者に媚びへつらう管理職を演じたが、松田優作は、最高の悪役だと思うと語り、松田は、同年のテレビドラマ、探偵物語に出演を依頼した。強気を助け、弱気をくじく、同僚の山西道弘演じる松本刑事と共に、権力を傘に切って威張り散らしながら、なぜか憎めない、中途半端の悪徳刑事、 意外なダメキャラっぷりが絶品で新境地を開拓した。成田憤する服部刑事の松田演じる私立探偵、工藤俊作への工藤チャーンという呼びかけはドラマの代名詞にもなった。1980年のテレビドラマ、三級先生の共闘役でも校長役の藤岡拓也と掛け合い漫才を演じるなど、1980年代からは時代劇、現代劇で、 常実のような従来の役柄に、現代劇でのコメディリリーフ的な役柄が加わり、幅広く活躍していた。1980年から放映された、影の軍団シリーズと、1982年の、野牛十兵衛暴れ旅など、1970年代後半から、千葉慎一主演の映画、テレビドラマでは、本来の凄みのある重厚な敵役、悪役として、 常連的存在だった。1978年、宇宙からのメッセージでは、銀河がナす帝国皇帝という役柄も演じている。また、成田自身も、アスリートと見曲がうほどの引き締まった体育をしており、千葉慎一から賞賛されたという。晩年は、バラエティ番組にも出演し、1987年8月29日放送の、今夜は最高。 では、司会のタモリアとのトークで、俺はもう生まれてこの方、ずっと役年だよ。帰ったら、一発やるかなどの発言をした。1990年4月9日、スキルスがんのため、東海大学医学部附属東京病院で死去。55歳没。成田と親しくしていた俳優の渡瀬恒彦は、成田が亡くなる日に病院を訪れていた。2001年には、成田が、 探偵物語で演じた、服部刑事のフィギュアが制作され、探偵物語 DVD ボックス購入者を対象に、販売された。2008年、仁になき戦い広島市当編で成田が演じた、松永博士のフィギュアが、他の出演俳優のフィギュアと共に販売された。ありがとうございます。